い、今日はウーニのブライトアップスキンファンデーションの紹介をしていきたいと思います。01番がライトベージュ、02番がナチュラルベージュです。 SPF が 50+、 PA++++、 そして37種の美容成分とヒト幹細胞エキスを含んだスピキュールを配合。このスピキュールっていうのが海の生物、海面から抽出した天然針の総称らしいです。ハリコスメにずっと興味があって気になっていたんですけど、やっと今日使うことができるので今から試してみたいと思います。はい、早速開けていきます。お、四角くてグレーですごく可愛いです。ウーニって書いてあります。そして開くと鏡がついてます。お化粧するときに鏡がついてると便利ですよね。フィルムがついてるので剥がします。はい、それでは早速こちらを使ってメイクしていきたいと思います。はい、ファンデーション塗る前にまず普段使っているベースがこちらなんですけど、メイクアップベースを塗っていきたいと思います。私が使っているのは RMK さんのスムースフィットフォアレスベース03番です。塗っていきます。はい、下地が塗り終わったのでファンデーション塗っていきたいと思います。塗る順番が顎、頬、おでこの順で塗るといいらしいです。顎から塗っていきます。こちらのナチュラルベージュは左半分に塗っていくので、こちらから塗っていきます。結構顔がテカりやすくて、そこをカバーしてもらえたらいいなと思います。あ、でももうすでに私クマとか目の下の影もすごいんですけど、もうカバーしてもらえてる気がします。おでこが本当にニキビが多くて悩んでるんですけど、隠れてほしいですね。はい、はい、こんな感じかな。鼻にも。どうかな。あ、綺麗になったんじゃないでしょうか。目の際にも塗っていきます。お、どうですか。もうすでに綺麗な気がします。ちょっとおでこのニキビがあるんですけど、どうでしょう。塗る前と右側がまだ塗ってないので比べたいと思います。そうですね、ちょっとおでこが、こっちが塗る前ですね、こっちが塗った後です。おー、綺麗。はい、左半分に02番のナチュラルベージュ塗り終わりました。次は右側に01番のライトベージュを塗っていきたいと思います。はい、順番が顎から塗っていきます。があるので隠していきます。ほっぺにも塗っていきます。お、はい、こっちのクマも隠していきたいと思います。おでこにも塗っていきます。はい、塗り終わりました。右側が01番のライトベージュ、左側が02番のナチュラルベージュです。
ライトベージュの方が少し明るくて白い印象があります。ナチュラルベージュの方が黄色っぽい感じがしますね。私の肌の色がちょっと黒めなので、普段だったらこちらのナチュラルベージュが合うかなって感じです。はい、このファンデーションすごくみずみずしくて透明感もあってツヤがすごい綺麗で、はい、私乾燥肌なんですけど、これならもう潤いもあってずっと使ってられるんじゃないかなと、つけてられるんじゃないかなと思います。はい、どうでしょうか。はい、せっかくなので今日は01番に両方とも塗り直してこのままメイクしていきたいと思います。はい、メイクが終わりました。今日はウーニのブライトアップスキンファンデーションを使ってメイクしていきました。肌がすごく綺麗で白くて透明感もあって、もうすごくテンションが上がって嬉しいです。皆さんどうでしょうか。いいなと思った方や気になった方はぜひこちらのウーニのファンデーション使ってみてください。